どうも、スイッチマンです。第3次スーパー系ロボット対戦アルファ第54話やっていきます。前回はひたすら生物を殺傷し続けました。ただ、単価が安いので、あんまり資金を稼げなかったのが、骨折り分のくたびれ儲けでした。では妖精から、各パイロットに、なんやかんやとつけていきます。藤原は妖刀使いに、各機体の武器をちょっとずつ上げときます。10段階まであと何機くらい上げれるかな。残った資金は有効に。ボーナス忘れてました。それでは始めていきます。量産型ゴッツォ。
それではスタートー。まずは伊達のレベルの確認。61か。なるほど。とりあえず、近くの敵を倒しつつ前進。力を我に示せ。今が駆け抜けるわしに出会ったらこう思え。F 型初号機は見とこ。てことで、アヤを探します。ちなみにアヤがいるのはここです。伊達のレベルの末尾の数字で場所が変わります。てか、敵が陣取っちゃってるのでやっつけます。私はバカ神事みたいに甘くはないからね。AT フィールドの使い方では伊達、行こうか。あや黙ってる。
まい、落ち着け。アヤが戻ってきました。てか、遅すぎ。バスターキャノンも使えるようになったんで、もう手がつけられん強さになってるのでは？とりあえず、エティーラの取り巻きを始末しとこ。テレキネシスミサイル！わかった！テレキネシスミサイル、発射！補給してもう一発、テレキネシスミサイル行きます。テレキネシスミサイル、発射！もう藤原のトップエースの座は、伊達にとって変わられたな。では雑魚掃討作戦開始。安定の間に言う。前方の敵機に攻撃を仕掛けます。了解しました。両援グリーン、へぇバルマーが敗れたわけではない。
では資金が少なすぎる気がする。もう一隻の船も一火します。炎となってガンバスターが無敵なんだから。ダブルバスターこれだー。わー残る船は見て。あとは赤ゴッツォと青ゴッツォだな。では赤ゴッツォからとりあえずふにゃらせます。まずは装甲を下げるとするか。これでもくらえ。ゼゼ1任せろ氷馬。余が手を下すまでもないように弱者には死を。それが宇宙の原理。あとは波状攻撃です。グルベ、死者で捕まっている。あんたが信じてるわ、ジェイ。ジェイ・フェニックス師匠は炎の中から。あくまでも世に歯向かうか、愚かな。依存症警備。私も甘く見られたの。その油断が命取りになる。もはや太陽は力の差を理解しておらぬようだ。相手には戦闘。友よ、今が駆け抜ける時。
おう。敵にしておくには惜しいぞ。弱者には死を。それが宇宙の原理。話にならん。とどめはカブト。どんなやつでも相手になってやるぜ。ホージ君、慣れてないなんて言うなよ。クレストマン、クレストファイヤー、はい、ダブルバーニングファイヤー。信じられぬ。世が滅するというのか。次はオゴッソ。何気に専用カラーのヘルモーズが用意されてるのがなんかウケる。髪の色を機体に合わせてんのか、それとも機体が髪の色に合わせてんのか、どちらにしてもダセー。まあ昔黄色のスイスポに黄色の T シャツを着て乗ったことがある私が言うのもおこがましいけどね。乗った後に気づいて超恥ずかしかった。一撃に勝てる。みんな準備はいいか。行くぞカズヤ。ファイヤーブリザード超変化ボール。ランナイトゲーム発射。お前は任せたぞカズヤ。あくまでも世に歯向かうか、愚かな。何時らの隙にはさせん。大変だぜ。ここでもう一押しだ。自然の力、今ここに。それで終わりではあるまいな。行くぞハヤト弁慶。貴様にも味わわせてやる。ゲッターの恐ろしさをな。ストラーサンシャイン。敵にしておくには惜しいぞ。英国観察軍の名にかけて何時らを滅する。生きったぞ。まだいけるぞシンゴリオ。必殺大型砲だ。衝撃世に歯向かうか、愚かな。ではとどめは稲妻き。
許さない、絶対に。お姉様、あれを使うわ。ええ、よくて。これで終わりと思うな。あとはエピーラです。見せしめにじっくりと痛ぶってやるよ。見せておくれよ、お前の綺麗な血を。このベリトマン、あまり見てもらってはお前。エンディーラー、メニツネメが、お番家のかまし、私受け止めろよ。裏切り者の分際で。ではまずはバランでドガンと行きます。ついでにラクスの生足もいいとこ。エンディーラー、目につねめが、エリキュー、ユーコン。どこであろうと、虎の牙は健在さ。その力、期待させてもらいます。ちょっとご覧あれ、上手に。よくも私に恥をかかせてくれたね。とどめは、電空センタメントークパーケンです。天井無双！
一撃必殺法を使うぞ。分かったわ。隊長、そちらの方は問題ないわ。カトリン、シーケンス開始。了解。リリンク2コンタクト。Rがメタルジェノサイダーモード。隊長、エスランナーを誘導します。了解。接続する。出力全開、バイパス解放。ターゲット、ファイナルロック。再生解除。今よ。行くぞ、一撃必殺。ハイパーコロニウム、マスターキャノン。私の中央だ。バランとジェンガーの怠慢です。ワンパンで倒せるんで反撃で倒すとします。大ジェンガー、相手にとって不足なし。行くぞベットバン。この俺を倒すには程遠い。我が剣を捨てる、バランドマン。我こそは悪を断つ剣なり。この傷先に一石を成して剣魂を落とせ。バランドマン、一生の復活。我が弾丸通り、勝てるものなし。
やっとコサーヤの復帰です。ちょっと引っ張りすぎなくらいです。ワンプレイオスに武器も追加されたんで、さらに大暴れできますね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。